イミさん、こんにちは。ミスターたけしです。2023年をお迎えた本日、元日なんですけども、実は喪中でして、そう、去年ですね、11月に父が亡くなりまして、本当にお世話になった皆様ありがとうございました。私は小学生の頃はすごい父は怖いイメージで、あんまりね、会話したことがね、ないんですよ。で、まあ父が帰ってくるといつも自分の部屋に閉じこもるというか、そんな父だったので、非常にね、会話した記憶もあんまりバトンにも興味なかったかなとも思うんですけども、大人になってからですね、喋るようになったのは、バトン頑張ってるかとかね、本当に一言二言ですけども、本当にちょこちょこ喋るようになったり、ご飯食べるようになったりね、まあそんな父ですけども、一生懸命自分を育てていただいた感謝というかね、そういうのをかみしめて、父を見送りました。そんな形でね、この2023年の新年を迎えたんですけども、皆さんはね、何かこう目標とかね、掲げていらっしゃるかと思うんですけど、私も個人としてね、ちょっと去年、一昨年かな、介護の資格を取得しまして、で、まあ今年はね、また新たに別の資格をね、取得したいなと思って、すんごい結構難しいんですよ、それ。結構難関でして、一生懸命今毎日、本当に毎日勉強してます合間を縫ってね、勉強してるんですけども、その勉強してるのが大変とかしんどいではなくて、知らないことを知るということが楽しいというか、バトンを教えつつね、そういった学習をしております。またバトンクラブの方でもね、スタッフとね、みんなでミーティングしながらね、いろんな目標を掲げてはいるんですけども、ぜひぜひね、自分のね、桜バトンクラブの生徒の皆さん、そしてご家族の皆さん、またね、この YouTube をご覧の多くの方々が幸せに一年を過ごせるように心からお祈りしたいなと思っております。またね、今年もいろんな動画を上げていきたいなと考えておりますので、ぜひね、こんな動画ぜひぜひ作ってくださいとかあったらね、コメントいただきたいですし、またDM ねいただければ、ちょっといろいろね、ちょっとネタも最近切れてきたんでなんかこんなん作ってください、この技わかりませんみたいなね、改めてなんかそういうのもね、いただけると、またいろんな動画をね、作って皆さんのねお役に立っていきたいなと思ってますんで、それでは今年1年もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。また見てください。じゃあねー。